こんにちは、トリカラチャンネルです。ミルワーム繁殖からいつの間にやら茶色米のゴミ虫だましの観賞用飼育、立ち上げからもう2ヶ月が経過してしまいました。この頃に茶色米のゴミ虫だましちゃんたちは見事に高齢化、そろそろ若手メンバーの追加招集が必要になってきましたと言ってる旗から、おめえらまだガチで現役かよ。これが彼ら黒虫ちゃんたちの長寿と元気の秘訣です。あ、終わった。今回は大掃除します。床材を全部交換してしまいます。床材の中にはもうたくさんのミルワームベビーがいると思います。ミルワームの脱皮柄に加え、ミルワームの糞とおぼしきプレーのつぶつぶが確認できます。さて、始めますか。ヒアウィゴー。クロムシちゃんたちをレイアウト素材とともに取り出します。ナイス、うじゃうじゃです。魚とか鳥の骨が散乱しているけど、気にしないように。100円ショップのダイソーで買ったザル、まったくいい仕事しやがるぜ。あとは、一網打尽作戦だ。そりゃ、ミルワームベビーのたくさん入った床材回収完了だぜ。100円ショップで買った容器をミルワームベビーのお家にするぜ。新しいお家でのびのびと育ちやがれこの野郎。2、3ヶ月後が楽しみだぜ。そうそう、ゴミリウムの下にはパネルヒーターが装備されていたのです。ことぶきの20センチメートルガラスキューブ水槽を洗ってきました。水槽を乾燥させたら、次は新しい床材の投入です。新鮮引き立てのドッグフード粉末プラスアルファ。ドッグフード粉末の長所はすぐに匂いがなくなって栄養豊富かつ無臭の床材になってくれるところ。地ならししてからレイアウトアイテムの朽木を並べます。レイアウトは、こだわりの、適当仕上げ。茶色米のゴミ虫だましたちが、住みやすそうだったら、それでええねん。やれやれ、やっと終わったぜ。新しいお家、前と変わってねえとか言うな。見た目は元気そうですが、皆もう、さなぎから羽化後、3ヶ月以上、経過しています。このままでは、ゴミリウムは、衰退の一途をたどるしかありませんが。心配無用、次の世代の子たちが、順調に育ってきています。さなぎちゃん。つい今、サナギからの羽化を終えた成虫。この状態で
ゴミリウムに合流したら、パイセンクロムシたちの餌食になってしまうので、こんな風に、ある程度変色するまで、無加養ケージで待機です。さあ、新居にレッツゴー。お食事中のパイセンたちの元へ、乱入だ。先輩、チワヤプス。先輩、よろしくお願いしやーす。共食いとか、マジ勘弁すよ。というわけで、今回の動画は、これで終了です。